ウニなどの卵は冬卵といって、卵黄の量がすごく少なくて均等に入ってるような卵、これはだいたい綺麗に卵割が起こる。卵割っていうのはまるでケーキにナイフを入れるみたいに細胞が分かれていくこと。綺麗に卵割が起こるよね。だいたいウニだったら16細胞期になるときに不統括かな。こんな具合にね。だけどカエルの卵は単黄卵といって極端に卵黄が多いよ、卵黄が多いよ。しかも植物極側に偏っておいよ、ね、南極のことを植物極、北極のことを動物極っていうからね。で、カエルの単黄卵なんて、これウニね、ウニ。じゃあカエル。カエルの単黄卵なんていうのは、もうね、4細胞期目ぐらいはウニとあんまり変わらないんだけど、ケーキの切れ方が変わらないんだけど、8細胞期からもう、こんな風に、不当な分裂が起きます。ね、まずはね、この2つの種類をチェックしましょう。教科書の、183ページ図7にそのことが載っています。ちなみに、これ我々哺乳類もこっちね、哺乳類もこっちで、ちょっと発展としてすごく強い、もうものすごく卵黄の量が多い、これも単黄卵の人だけど、ものすごく卵黄の量がものすごく多いと、この上の方でしか卵割が進まない、これを盤割って言って、盤割って言って、鳥とかあとは魚に特徴的な卵割の方式です。あともう一つは小錠蛾、これすごく不思議で、核がね、まずね、どん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 1個の核、2個の核、4個の核ってどん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 核だけがどん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 ぶれていって、やがてその核が細胞の表面にさーっと分かれていくの。これまだ1個の細胞だよ。さーっと表面に分かれていって、で細胞がね、こうくびれ込んで、分かる？くびれ込んで、ぐにゅっとくびれ込んで、細胞膜がくびれ込んで、いくつもの細胞が生じるっていう、ちょっとこいつ異質だよね。氷滑って言います。小錠蛾。に特徴、小錠蛾などの昆虫に特徴的な卵割の方法です。こいつだけちょっと特殊ですよね。ね、発展として、盤割や氷滑もね、一応押さえておきましょう。資料集には詳しく載ってますよ。資料集の157ページには詳しく載ってます。では、卵の種類と卵割の様式、ね、しっかりマスターしましょう。